はい、皆さんね、月々の携帯代大体いくらぐらいですか？私の場合だとね、1万円ぐらいです。それで何よりも注目したいのがね、その通話料でございます。現在ドコモだとね、そのドコモ同士だとタダみたいな、その月々700円で使えるんですけども、そういったプラン au とかソフトバンクもあると思うんですけども、ただその他に通話するとき、むちゃむちゃ高くなります。現在私が契約しているプランだと、ソフトバンク au、しかも固定電話の場合でもね、一律1分42円の通話料がかかります。なんとね、長電話になって1時間話してしまうと、2520円。そんなわけで本日は私が普段使っている通話料節約術を紹介したいと思います。ということでね、節約するには、まあ、簡単に言うとね、その IP 電話を使うのがベストでございます。IP 電話で言うと有名なのが LINE、Skype、そして050プラスというものもございます。この動画を見てる人はね、ほぼ確実にその LINE の方入ってると思います。LINE とはこれですね。そう、これですよ、これ。LINE を使えばね、メールの代わりに使えたり、画像の送信、動画の送信も可能です。そして先ほど言ったように通話も可能。こちら LINE のポイントとしては、まあ、結構多くの方が LINE を使っています。だから気軽にね、チャットとか通話することは可能。他にもね、Wi-Fi につなげて通話するとね、結構ね、品質はいいんですよ。そこまで延滞は気になりません。ただデメリットとしてはね、これ IP 電話すべてに言えるんですけども、3G 回線。その時はね、声が遅れて聞こえ、下手か。みたいな感じで、ちょっと少し声が遅れて聞こえてしまいます。他にもね、固定電話に電話ができないというデメリットもございます。ではね、次紹介するのがスカイプでございます。スカイプはね、昔からあるサービスでね、通話品質は一番いいとされております。それでスカイプのポイントがね、こちら見えますかね。スカイプクレジット1800ユーロって書いてあるでしょ？そう、いろいろプランはあるんですけども、このようにね、前に入金していくことで、なんと固定電話に電話することができます。これってね、海外にいる時も便利で、その海外でも Wi-Fi につなげばね、固定電話に電話することができます。しかもね、海外日本、どれも格安。確か日本の固定電話だと、1分3円。そして携帯電話だとね、いくら ?17 円か16円ぐらいだったかな。しかも海外の固定電話でもそのような感じの料金です。通話することが可能。なんかね、海外に電話っていうと高いイメージがあるんですが、こういった IP 電話を使うとね、すごく格安で通話することが可能です。もちろんスカイプ同士のね、通話料もただ、ただデメリットとしては、スカイプをそもそもね、このスマホにインストールしている人は少ない。そしてね、3G 回線だとあまり通話品質はよろしくございません。あとね、先ほど固定電話にかけることができると言いましたが、なんとね、かけるとね、その、非通知みたいな感じになるんですよね。オープンにかけるときぐらいだったら出てくれると思いますが、こういった携帯電話にかけるとき、その非通知とかだとね、気持ち悪いですよね。だからね、出ない人が多いです。ではね、その IP 電話と電話番号が通知されないの、っていうことではございません。皆さん、050プラスってのはご存知でしょうか？アイコンで言うとこれですね。こちらが050プラスでございます。こちらはね、NTT コミュニケーションズがやってるやつだったかな。この050プラスだとね、なんと相手側にその電話番号が通知されるのです。そう、電話番号を持てるってことなんですね。それでポイントとしてはね、日本国内その IP 電話に対してはね、なんか無料とかっていう記載がございました。あとね、もちろん分かってると思うけど、固定電話、そして、携帯への電話も可能です。ただデメリットとしてはね、Wi-Fi 環境下で接続した場合でも、ほんの少しなんか延滞感を感じます。もちろん 3G 回線だともっとね、声が遅れて聞こえるよう状態になりますね。そしてね、これ Android 版、iPhone 版とあるんですけども、iPhone 版ちょっと知らないんですよ。ただね、Android 版ね、なんかね、ちょっとデザインがダサいんですよね。まあ、このページもダサい感じがするし、あとね、アイコンもあんまりかっこよくない。これはね、個人によって好みが違うので何とも言えませんが、何よりも気になるのはね、月々の固定費がかかります。月々315円基本料金がかかっちゃうんですね、これ。そこはね、ちょっと残念なとこなんですけども、格安でその電話番号が通知されるっていうことで私は今現在、2ヶ月か3ヶ月使っております。そしてね、1分あたりの通話料もね、少しだけそのスカイプより高い感じだったと思います。スカイプは1分3円に対して、こっち050プラスだと確か6円ぐらいだったような気がします。ただ通常でかけると42円かかるので、それがね、6円ぐらいになるのはすごく魅力的。あとね、自分の電話番号が持てるので、この他の人もね、その携帯にかけるその050の方にね、皆さんからかけてくることも可能です。ただね、この Wi-Fi 環境下にいる時であれば大丈夫なのですが、ただ外にいて 3G 回線の時はね、あまりその通話品質は良くないかもしれません。ということで今回ね、私このスマホ1台での節約術を紹介させていただきました。ただ今回ね、通話のことについて言ったんですけども、
究極を言うとね、やはりそのメッセージだけでね、すべてやり取りできるとベストです。ただね、電話の方が早かったり、その声が聞きたかったりなどね、メッセージだけで何ともできないことはいっぱいあるんですね。皆さんもね、その通話料を安くしたいっていうことであればね、今回の記事参考にしていただければ、とても嬉しく思います。またね、アプリのダウンロード先など詳細はね、私のブログの方に載せておきます。もしよろしければ、説明欄よりご覧ください。以上、カズの通話料節約術の紹介でした。ワイマックス使用レポートをお届けしたいと思います。なんとこのワイマックスを使えば通信料がね、なんと半額以下にすることも可能みたいです。では早速行ってみましょう。